ここ岐阜においてバラや花の持つ魅力を通じて多くの方々が交流され、国際親善の輪が大きく広がっていくことを記念し、セレモニーに寄せる私の言葉といたします。今後モロッコ王国と本県との友情と交流はこのモロッコガーデンの完成を通じて一層深まっていくものと確信しております。